はい、ご無沙汰、俺や。ってことでね、久しぶりですね。っていうのがね、僕ね、ちょっと PC の調子が悪いなと思ってたら、掃除をしてなかったんで、グラボのね、ファンが食われちゃいましたってことでね、先日は秋葉原の方のドスパラさんに持って行って、ああだこうだ言いましたよ。そこで、秋葉原で見かけたサンタクロースがいたんですよね。夕方頃になったらわらわら出てきてましたよ。そのサンタクロースがね、猫耳をつけてたんで、ああ、かわいいなーと思って僕も今回はこちらのサンタ仕様にしてみました。こちら、ドン！はい、メリークリスマース。ドスパラ。うん、それドスパラや、関係ないな。はい、ってことでね、はい、調子も静かにして。はい。で、あと、まあ、装備紹介今日やっていくんですがね、その前にちょっと皆さんにお尋ねしたいことが一つあります。うん、サンタコスといえばワンピース型か、ミニスカート型どっちが好きですかと。あ、はい、僕は欲張りなんで両方です。はい、ってことで、本日はね、モンハンサンブレイクのね、放散弾速射、こちらの方を紹介していきたいと思うので早速やっていきましょう。はい、ということでね、本日やっていくのはね、放散弾といえばこちらのね、バズルボローカ回ですよ。来ましたね。なんか前に放散弾やった時に、あんな銃は捨ててしまえよみたいにボロカス言ってませんでした。あー、出た、それ俺のツンデレやん。積んでる。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、つばはけとか、なんかすごい、もうちょっとバズルボローカーに対してもうちょっと俺に寄り添ってほしかったね。俺そういうとこあるから。ツンデレの通激しすぎ。だから本当もうちょっと欲しかったな。え、そんなこと言わないでくださいよとかコメントで欲しかったよね。好きじゃないですか、バズルボローカーのこととか言ってほしかった、俺はな。ボロカス言ってましたよね。はい、ということでね、みんな大好きのね、バズルボローカー回や、今回はな。はい。まあ、その何が強いかって、強いかって言われたらな、強いんかって感じやけど、こっちから質問で返しちゃう感じやけど、まあ、毎回言ってるけど、楽に借りたいんですよ。はい、ああ、快適。快適プラス、まあ、できるだけちょっと邪魔にならないように強くしようじゃないかってことで、一応これが僕的には、100点中80点ぐらいのやつです。うん、合格ラインですね。そうなんですよ。まあその20点は何が足りないんだっていうところはおいおい説明するんで、はい、黙って聞けよって感じですね。ってことでやっていきましょう。はい、バズルブローカー回で、こちらね、回連生のステータスの方はね、全部攻撃に振ってますよ。はい、で、こちらのね、百竜装飾品の方は、何でもいいですね、小スロなんで。はい、はい、で、一応こちらロングバレルで、適正射撃砲にしてます。はい、で、こちら頭の方が、もうこれ毎回一緒ですね。頭と胴体これですよ、これ。リバルカイザーなんとかですよね。はい、はい、はい。で、もう一回見せるとしたら、回連生ステータスの方が、小スローついて連撃と。うん、頭ね。いいですね。うん。で、胴体の方が攻撃がついてますと。いいですね。はい。で、腕が、これ、なんて読むか誰も教えてくんねえから、もうこれ、はい、マガイって呼ぶのかな。マガイオンって呼ぶん。はい、はい、はい。マガイってことで、これマナ、はい、マガイのオン、うん、で、これが、回連生のが小スローついて、こちら、アイキって呼ぶのかな、アイキと逆襲っていうゴミが消えて弱点特攻がつきました。はい、まあ、ガンナーにはね、そうそうそう、そういうことや。うん、で、腰の方がリバルカイザーコイル、カイザー3つね、だから。はい、で、ここで、特大スローになって、小スローがつきましたと。で、達人芸が消えて、恐竜章がついたってことで、はい、いいですね、これね。いいじゃないでしょうか。はい、で、足がエスピナと、うん、で、これも、ダイスロになって小スロが1個ついて、うん、腹減り体勢がつきました。いらんね。ここです、ここなんです。いらんね。ここなんですよ。ここの腹減りを、はい、はい、まあ、ほんと言うと、よく言うと、まあ、スロット増やしてもいいし、他のとこでね、はい、はい、はい、この腹減り体勢を、あの、なんて言うんだあれ、闇打ちか、後ろから打つと強くなる。あれできたら、はい、もう100点に近くなってた。あー、闇打ちね、うん、でもよくよく考えたら、闇打ちしてまで勝ちてえか、そんな必死だったっけ俺っていうのもあるから、今回は勝ちたいでしょ。今回はつけてません。あえてね、勝ちたいでしょ。あえて腹減り体勢でやろうと思います。何のために借りてるんですか。だから勝ちたいでしょ。みんなはもっと強くしたいんだったら頑張って、はい、なんかつけたいよね、やっぱね。放散弾とか相性いいんだよね、結構 ね。そうそうそう。あと、なんだっけな、この試技でさ、はい、旋回していくやつあるやん。はい、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 なんちゃら旋回、
攻撃力上がるやつね。そうそうそう、あれで結構背面に回りやすいし、はいはいはい、やっぱガンナーにとってはね入れたいなっていうとこあるけど、あえてね、うん、俺はそこまで必死じゃないよ、必死じゃなくても勝てるよっていう今回のバズルブローカー紹介したいと思いますね。はい、で一応墓石の方なんですが、これいつものやつですね、うん、なんか連戦してもあんまりいいの出ないんですよ。ねえ、ほんといいの出ないですね。出ないんでいつものやつです。で、はい、僕の場合これ攻撃3つついて、ダイスロと小スロ2つなんですけど、うん、まあ、小スロ1個なくてもねなんとかなると思うんで、まあ、今日でも外しとけばって感じですね。はいはい、まあ、大事やけどな今日な、うんうん、まあ、僕もこんだけやってるけどこれ昼間軽減ついてないんですよ。だから欲しいよって方は団子でも食ってください。はい、はい、まあまあまあ要はね、うん、まあ、連戦したいっていう風になってきてるけど、うん、ここの腹減り体制もまだ変えれるし、うん、はい、もっとな、まあまあまあとりあえず今回参考程度にさらっとね、一応まあな、分かんない人にはバズルボローカの良さがね、分かんない人のために弾の画面も見せておきましょう、うん、トントン。こちらは、まあ、打っていくのがね、こちらの砲三弾。はい。うん。こちらの速射を打っていくだけなんですが、一応使いたい方はね、麻痺弾打ってもらってもいいけど、反動材だから気をつけてくださいね、と。はい。あ、いうことと、ん？そうです。さっき質問忘れちゃったんですけど、これって回心率いくらぐらいになってるんですか？慌てない慌てない、はいはい、せっかちやな、おさたさんは本当に、はい、しょうがないねってことで、はい、せかされるんで、じゃあステータス画面の方行きましょうか。はいはい、はい、ステータス画面の方がこちらですね、ドンと、はい、まずはね、先ほど言ってた回心率の方をシカとして上からいきます。はい、攻撃マックスにしてて今回ね、で見切り5と、これ最近これしか言ってないの俺、見切り5っていうな、はい、これもう 25% なんですよ、知ってるんですよ俺。はい、でまあ超回心もマックスにして弱点特攻もマックスで、まあ3段装填速度とかね、この辺はね先ほど言ったあのエクセレンス射撃とかあのロングバレルにしてるっていうので合わせてこの辺やってるんで、もうこの辺常識ですよ、言うまでもないですね。で速射強化もね言うまでもなく入れろやって感じやから、ここは入れてもらって、あと連撃さんはこれはお利口さんですと。いいですね、はい。で、あのカイザー3つつけたのってね、これね、この粉塵まといってやつね、これをマックにしたかったんで、うんうん、まあ、いくら火力積んだところでね、これやっぱ、うん、いい火力になるんで、うん、まあ、毎回まあまあのダメージって言ってますけど、まあまあ入るんすよ。まあまあ入ります、ね、そう。だからこれは入れましょう。で、あとまあ砲三段で楽に枯れたいってことなんで、弾道強化も一応2個だけ入ってますこれね。はい、だからちょっと離れたところからペチペチっとね、パパパーンってやっとけば、はい、パンやってくださいもう。で、はい、あと回避距離には僕絶対必須なんで入れてますけど、まあ、はい、距離やったらいらないっしょっていう方は外して別のもの積んでも大丈夫です。はい、で、あとブレー抑制と、あとこれ腹減り耐性ね、これ抜いていいやつ。はい、で、今回ちょっとね、火力を出していきたいってことで、こちらのね、号外修羅を入れてるのと、恐竜章ですね。はい、あんなもんから、あとこちら合心ね、これガンナー割った方がいいんじゃないかっていうやつな。あ、いいですね、はい、うん、方向も消すし、まあまあまあな、はい、いざっていう時の一発はな、うん、これによって助かるってこともちょいちょいあるんでね。はいはい、うん、でこれ以前コメントいただいたんだけど、うん、ジャンプ中とか飛び降り中空中で方向されると落ちちゃうみたいなんで気をつけてください。あ、はーいそこはそこは効かないらしいんで合心ね。そうなんだ、うん、はい、お待ちかねの回心率のお話ですよ、こっからは、はい、一言では言えないんですけど、100% に近いです、多分ね。じゃあやっていきましょう、はい、見切りが5で、25% かな、はい、25% だったと思うんで、そのままにして弱点特攻で 50% 弱点部位を狙えばねっていうのがあるけど、まあ、砲三段って基本的に頭に向かってぶっ飛んでいくんですよね、はいはいはい、結構横の方とか後ろから打っても頭に行っちゃうっていう素晴らしい、素晴らしい、なんかこれは仕様になってるんでね、まあ、弱点とこは刺さりやすいですね、他のやつに比べるとね。なんでここでまあそのまま素直に足しちゃって75と、で恐竜章で 20% つくんで 95%、はい、うん、これ100ですね、ほぼ100。ああ、まあある程度義務教育受けてる人だと四捨五入って分かると思うんやけど、うん、四捨五入したら100やん。まあ、もうそれ以上語ることはないっすよね、はい、もうここはもうはい、はい、ってことで、はい、ほぼ100で快適な砲三段でダメージどんなもんじゃいっつうことで、今回はね、お山のラージャン行ってきましたね。お山のラージャン、はい、お山のラージャンです。そちらの方の画像をふいっと、
こちらの方で出しておこうかなと思うんですが、その前にちょっと俺不安になったから、ちょっかいもう一回ちょちょっとバズルゴローカの方を見て、そうですね、回信率もともとゼロなんで、そうですね、95で、自社購入で100 で、ね、はい、ちょっと不安だったからね、はい。はい、で、後頭で、違う、こうや。はい、ってことで、お山のラージャンに行ってきましたよ。はい。はい、まあね、これ回想そうウサが死んだっていうシーンがあって、それをここに今出してるかどうかっていうのはちょっとまあ編集の段階で俺が決めることなんで、今は多くは語りませんが、まああと一応映したらこれミッション失敗だったじゃんっていうところまで追い込まれました、一時期はね。そうですね、うん、そう、近接はどうしてもね、被弾しやすいんで、そう、ただそこからも巻き返せるっていうこのバズルブローカー回ね。まあでも一定数ね、何個か僕なんだガンダーの紹介あげてるんですけど、過去にも、うんうん、砲3弾好きな人っているよね、やっぱね。俺も好きだけど、まあ弱点に向かって飛んできますからね。そうだよね、うん、そんな話よりさ、サンタの話しね。サンタ、はい、うん、どうしたんですか信じてるんですかまだ違うよ、やだな、今年のサンタどうするっつって、今年のサンタ、皆さんはサンタ何人切りするんでしょうね、今年のクリスマス付近には。何人切り、え、サンタ狩りってことですか、はい、はい、ってことでね、あとそうそう、あ、ちょっとこれを通してドスパラさんの方に言いたいんですけど、はいはい、まあ、僕のグラブはファンが壊れたんですよ。ファンが壊れたから交換じゃないとダメですねって言われて、一応ジャンク品で売れるかどうかっていうのを聞いたら、いやーつって、まあ売れても、うん、まあ6、7千で売れた関の山じゃないですかって言われたのを2万円で売れました。ああ、いい加減なこと言わないでください。ああ、2万円で売れたんで速攻だったっすよ。だからもっと値上げしとくんだったなって、僕ちょっと後悔したところ、本当に。まあまあまあ、良かったんじゃないですか、売れたんだったら。あともあれね、これで楽しいゲームライフが送れるってことで僕もハッピーなんで、早速ね、はい、ちょっと遅れたんですが、砲三弾速射のね、動物紹介していって、はい、ここからね、またちょいちょい、あの、くくりかけのやつとか、はい、作ってみたけど、これどないやねんっていうやつを上げていきたいと思うんで、はい、よかったらね、登録と通知やっといてください。はい。はい。ってことで、あと何も言い忘れたことありそうな気がするけど、こんな感じです。お疲れ様でした。お疲れ様です。終わったんですか？なんかトナカイの格好をしてこいって言うから、うん、トナカイの格好をしてきたんですけど、全然触れてくれないじゃないですか。あ、それや、それ忘れとったわ。チェー、最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。